2020年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2020年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2020、2021ISU グランプリシリーズの第6戦である。東亜薬品ラクタブドーム2020年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は 2020から2021年シーズンに開催される NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会。2020年11月27日から29日にかけてシニアクラスの男女シングルアイスダンス競技が大阪府門真市の大阪府立門真スポーツセンターで行われた。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け変則開催となった影響から 本大会を含むグランプリシリーズの得点は世界歴代最高や自己ベストなど ISU の公認記録に反映されない。世界ランキングのポイントも付与されず、世界選手権などの出場に必要な最低技術点も考慮されない非公認大会として開催された。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により従来の出場枠方式によらず、 開催国の選手、開催国で、すでに、トレーニングをしている選手、開催国に、地理的に割り当てられた選手に限定しての開催となる。当初は、相本トミツもエントリーされていたが、体調不良により欠場。2020、2021、ISU グランプリシリーズにおける、各種目の上位成績者には、以下の賞金が与えられる。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。